白石霊はスズメメ赤霊化に分類される鳥類。世界中に広く分布する大陸白石霊の一亜種。英名では、大陸白石霊核足を総称して、ホワイトワグテールと呼ばれるとともに、特に白石霊を指す際には、ジャパニーズパイドワグテール、ブラック、バックトワグテールと呼ばれる。ロシア沿海地方、ハバルフスク地方の沿岸部、カムチャツカ半島、千島列島、 カラフト、日本列島及び中国東北部に分布する流症、または標徴、冬場の積雪地でも観察される。日本では、かつては北海道や東北地方など北部でのみ繁殖が観察されていたが、20世紀後半より繁殖地を関東、中部などへと広げ、現在は東日本では普通種になっている。また、西日本では、 大陸白石霊に用紙が似るホウジロ白石霊も観察される。体長21センチメートルほどで、ムックドリよりやや小さめで細身。他の大陸白石霊野種より大型になる。頭から肩、背にかけて、オスの夏輪では黒色、オスの冬輪とメスでは灰色。腹部は白色で胸部に黒くなるのが特徴的である。胸部の黒の面積は、オスの方がメスより大きい。 顔は白く黒い下眼線が入る。セグロセキレイと類似するが本種は眼下部が白いことで判別できる。くちばしと足は黒。幼鳥は頭から背中が灰色。顔はやや黄色がかっており、腹は白、胸部の黒い部分は薄くまだら。お葉は長めで、セグロセキレイや奇赤霊と同様、お葉を上下に振る姿が特徴的である。 波を描くように飛翔する。主に水辺に住むが、川だけでなく用水路、水辺が近くにある場所ならば畑や市街地などでもよく観察される。河川の下流域など、比較的低地を好む傾向があり、セグロセキレイやキセキレイとは、夏場はお胸に住み分けている。冬場は単独で、夏場は、つがいで、縄張り分散する。縄張り意識が強く、 特に冬場は、同種のほか、セグロセキレイ、キセキレイと生活圏が競合する場合があり、その際には追いかけ回して、縄張り争いをする様子もよく観察される。虫を食べる幼鳥植生は雑食で、一旦高いところに泊まって、再食に適した場所を探し、水辺や畑などに降りて歩きながら、水中や岩陰、途中などに潜む昆虫類やモ。 ミミズなどを主に捉えて食べる。ただし本種は都市部などの乾燥した環境にも適応しており、分布域の広がった近年では、コンビニの駐車場や駅のホームなどでパンクズなどの人間のこぼした食べ物を食べる様子も観察されている。また、郊外の工場などで小型のガを捕食することもある。壁面に止まっているガをホバリングして捕まえる。個体によっては、 店舗の内部にまで侵入し、人の手から直接餌を食べるなど、人に対し密接に懐いている姿が確認されている。歓迎地では年1回、団地では年2回繁殖する。オスは春から夏にかけて地上で翼と大葉を広げて求愛ダンスを行う。地上のくぼみや人家の隙間などに枯れ草や植物の根を使って皿状の巣を作り、 日本では5の7月に一腹4から5個の卵を産む。放卵期間は12から15日で、主にメスが放卵する。ヒナは13から16日で巣立ちする。巣立ち後も親鳥と行動を共にし、3から4は程度の集団で行動することもある。本種は人間に対する警戒心が低く、人間のそばにも比較的近くまで寄ってくる。足を交互に出して、 素早く歩く。歩行者を振り返りながら斜めに歩く。夜は近隣の森などにネグラを取るが、市街地では建築物などに取る様子も観察される。秋から冬の間は、照明近くの街路樹に大群の集団ネグラを作ることがある。このため、都市部に進出した近年では、集団ネグラの憤慨や鳴き声のせいで害鳥とみなされる場合もある。地鳴きはチチ、チチ チチン、ヒショウジは、チチ、チチチ、と鳴く。巣立ち後の幼鳥は独り言あるいはつぶやきとも取れる、長めの鳴き方をすることがある。ごく稀であるが成長が縄張り宣伝で、長めの鳴き方をすることがあり、とても美しい声である。全体で十一亜種に分類される。このうち、日本国内では白石霊の他カキの亜種が観察されている。現在、日本では本州及び、 セグロ赤霊、奇赤霊がおむね住み分けているが、1930年代までの日本における白赤霊の分布域は北海道のみであり、かつて日本の本州以南では本州はほとんど見られなかった。その後、本州は沿岸部から勢力を広げ、1955年頃までに宮城県付近へ、1980年頃までには南関東及び、 石川県付近まで達したと考えられている。以降も南へ、また内陸部へと拡大を続け、1985年時点で、南は和歌山県、西は広島県などでも記録されている。また、地域内における勢力も広げつつあり、2010年現在、関東地方の平野部においては白石霊が大多数を占めるまでに勢力を広げている。こうした傾向は、 本種が多種よりも都市や埋め立て地など人工的な環境に適応しており、例えば建築物へとぐろをとる個体数が多種より多いことなどから都市的環境への適応能力の差によるものと考えられている。ホウジロ白石例は1968年に熊本県にて繁殖が確認され、以降西日本地域の沿岸部を中心に分布している。最近では ルジェンスと分布域が重なるようになったことから、交雑も起きている。以下の日本の区市町村の指定の鳥である。合併前の川内町の指定の鳥であった。ありがとうございます。